あ、でもキリュウ戦ってくれんだね、ここでも。表に出ろって。見るな、一般人。がっつりみんな消えたー。この辺りでいいじゃろ。ここなら誰にも邪魔され。邪魔されそうだけどね、別に。今から泣いて詫び入れても遅いで。わしを切れさせた踊りが悪いんじゃ。死ねー。これ戦うの？戦うのかい。え、なんて書いてある？妖鳥連合か。長えよ。誰か読めんのこれ。読める人いる？今の字幕の消えるスピードで今の長え連合会、わけわかんない長さだったよ。誰が考えた、あのなっ、クソ長いやつ。もうちょっと短くした方がなんかモテますよ。長いとね、別にかっこいいわけじゃないからね。長ければ長いほど登場会見習ってほしいですね。登場会っていうシンプルな名前、東っていうね、東京の東、それに城みたいにでかいってとこよ。で、会は会合会でしょ。もう最高なんだから、登場会って。で、お前は何、幼鳥連合なんちゃらぶっちゃかたぶっちゃっぺんみの南雲強しみたいな。もうどこのどこで誰の誰ってなるからな。よいしょー。おお、自分で自害お相撲、もう意味がわかんないスタイル。何それ、南雲スタイルってやつなの、それが。危ない危ない、やばいやばい。お、南雲スタイル強いか。相撲で来いよ、せめて相撲のポーズ取ったら相撲で来るのが礼儀だろ。おい、これが礼儀っちゅうもん教えたるわ、広島も。東京に喧嘩売るのはこういうことだよ。なんせお前に喧嘩ってのはもっと四代目だからな。それやめい。いやいや、強い、それやめろ、ナグモスタイル。意味わからんスタイルやめろ。クソったれが。なんじゃと、このわしが。強いんだでも。気が済んだか。いや弱いな、これ無傷だもん。踊りゃ何もんじゃ。威勢だけなんだな。いいから酔いを覚ますんだな。そんなに酔ってりゃ素人にだってやられ。俺だったら勝てるかな今。待てや、こら。今の俺でも勝てちゃうんじゃない。わしは広瀬一家の頭じゃ。頭、今度会ったらただじゃすまんど。さっさと東京にいねや。おお、負け犬の遠吠えだな。あれが立派な負け犬遠吠えじゃない？いきなり地元のヤクザとも揉めちまった。とにかくハルトのとこに戻ってやるか。いやー、びっくりしたな。あんなに分かりやすいさ、負け犬いるんだね。吠えてたね。あれ、負け犬の遠吠えっていうあだ名にしなきゃ。うん、遠吠え君にしよう。遠吠え君に決めた俺が。まあまあ、本当に美人だな。お客さん、大丈夫だったの？ああ、ハルトを寝かしつけてくれたのか。ええ、今寝ついたんです。ここいいな、本当に可愛いわ。あなたもですよ。さあ、それじゃあ何か飲まれます？何飲みましょう。この人がハルト君のお母さん？若いよな。随分若いんだ。今で19だ。19か。3年前に沖縄を出て、ええ、その後この辺りにいたらしい。19で子供授かっちゃった。写真よく見てくれ。ここらで見た顔じゃない。え、マジ旦那許さねえんだけど。さあ、旦那誰なんだマジで。キリュウさんはその人を探しにこの町へ？いや、居場所は分かってるんだ。それより彼女がここで誰とどう過ごしていたかを知りたい。なぜ子を授かったか本人には聞けないの？ああ、ちょっと分けありな。できちゃった子は許しませんからね、キリュウ。もっと言うと、俺が探しているのはハルトの父親だ。そうそう、この辺りにいるんじゃねえかと踏んでるんだが、どういうやつなのか見当もつかない。ごめんなさい、力になってあげたいけど、やっぱりこの人は見たことないと思う。見たことないか。前はこいつ芸能界にいたんだ。沢村遥かって名前聞いたことないか。さすがに聞いたことあるんじゃない、うんうん、あまりテレビ見ないか。ああ、見ない人でも伝わんないか。じゃあ、ごちそうさん。
感情。今夜はいいです。え、可愛い赤ちゃん抱かせてもらえたし、うちの常連が迷惑かけちゃった。いやマジあれ本当に出禁した方がいいですよ。やばいっすからあれ。それよりキリュウさん、ホテルはどこに？いやまだ決めてない、これから探す。そうだ、宿がねえんだわ。でもこの時間だともう近くで泊まれるところないですよ。そうなのか。おい野宿じゃねえか、やめろよ。だいぶ遠くならあるけど、ハルト君のパパ見つけるまでこの辺りにいるつもりなんですよね。広島県外じゃない、それ行くの。ちょっと不便じゃないかな。どうしてくれる。分かった、ちょっと待ってて、近くで泊まれるところを紹介してあげる。めちゃいいママやん。あまりいいとこじゃないけど、気に入らなかったら遠くにホテル探したらいいし。スナックのママってなんでこんな人たちばっかり。もしもし、清美です。こんばんは。ごめん飯野くん。飯野くん、水軍アパートなんだけど。水軍アパート、牛のお客さん泊めてもらっていいかな。なんやそのいかついアパート。さっき電話したの飯野くんって町内会の人でね、空きアパートの管理人。いいの本当に。部屋が空いてるからしばらく泊まって行ってもいいって。すまないな、助かる。いいのくん、いいのか、マジか。ずっと空きになってて手入れもされていないし、ただ布団は置いといてくれるって言ってた。ありがてー、ありがてー。また飲みに来て、ハルト君にも会いたいし。親切なんだな。うん、ありがとう。アパートはここから海沿いを少し西に歩いていったところね。わかった、今度ここに来るときはちゃんと感情を払わせて。そうだね。お待ちしてます。いやもうすぐ行こう。このままのとこでもう俺らが常連になろうぜ。これシート、あんた。え、キリュウさんか。おう、ん、水軍アパートの人。キリュウちゃんに頼まれた。イノさん、スナック清美のママ、うちのアパートに泊まりたいんじゃ。こんなに早くお出迎え、 ありがたい。キリュウだ、この子はハルト。いいのじゃ。いいの本当に。何言うてキヨちゃんに取り入ったんなら。ん、待って、みんなキヨちゃん好きやん。やばい、狙ってる人多い。アパートはこっちじゃ。狙ってる人多いよキヨちゃん。キヨちゃんマドンナだよあんた。分かって、気づいてキヨちゃん、あなたの美貌に。もう彼らもう魅了されてるよ。ねえ、あんたが言うだけでこんなに動いてくれるんだから。あの、普通じゃ聞いてくれないからね。されてないらしいな。キヨちゃんの頼みじゃなかったら断っとるわ。キヨちゃんすごっ。しゃけど青春のマドンナに言われたら。あ、やっぱり俺と弱みじゃ。やっぱりマドンナなんだ。あんたもか。さっき似たようなこと言ってるヤクザがいた。そう、あいつはやばいけど。そう、そんな名前だったな。3人とも同じ高校のデジャー。いやー、そうなの。わしと南雲でキヨちゃんを取り落とった。三角関係じゃん。キヨちゃんはわしらに愛想尽かして東京に出てってしもうたがの。おい、負け組かい。あのママは東京にいたのか。負け組やんけ。ママが出戻ってきてから青春よ再びじゃ。若いな。ナグモンバカタレや極道なんぞなりよって、ガキンコラわしにどつき回されとったんで。あ、そうなんだ。大して強なかったくせに生きがるよって。いや、強くなかったよ。でも今でも、今でも強くなかったけど大丈夫よ。ノー、あんたキヨちゃんに優しゅうされたちゅうて英気なんだ。わかってるよ。調子乗っとったらすぐアパート追い出すけの。狙わん狙わん。よう覚えとけ。もうどんだけ好きやねん。もう未練たらたらやん。ねえ、お前のこと今日からタルタルソースって呼ぶぞ。あんたらの部屋はここじゃ。おお、いいじゃん。文句あるんじゃったらいつでも出てって構わん。何も言ってないじゃん。いや、世話になるよ、いいのさ。中に布団だけ置いてあるけ、あとは好きにせ。ありがてえ。どうせ近いうち取り壊すんじゃ。そうなの。水軍アパートも時期見納めじゃの。水軍？この辺りは昔から造船の町での。へえ。漁師や船乗りも多かったけ、そがな連中の懐目当てにたくさん怪しいのがこのアパートに集まっとった。釣りとかできそうじゃね。そいつらが水軍中て名乗っとったんじゃ。連中も海の男相手の商売じゃけ、はったりかましたかったんじゃろうよ。そのうち陽
帰ってヤクザに吸収されたらの。あ、陽明連合が来た。中誰も陽明連合会の枝じゃ。はい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 。広瀬一家の若頭っちゅうとるが、五六人のちんけな組じゃ。なるほどね。なるほどね。理解したわ。キヨちゃんとこのスナック街も元は陽明連合会の仕切っとった遊郭の後じゃ。じゃけど一回長い造船不況があって人が減ってからなかなか戻ってこんわ。はあ。あんた東京からか。全部言ってくれるのありがたいな。何しに来たか知らんがの。ここはよそ者が長居する町じゃないだ。なんでみんなそんなこと言うの。用が済んだらすぐに出ていく。それまで厄介かける。ありがとう。礼じゃったらキヨちゃんに言うとけ。お前にもありがとう言っとくよ。あいつツンデレだろうな。多分。よし。しばらくはここが俺らの家だぞ。優しい気流。すごい優しい声だった。あ、いいじゃん。え、全然いいじゃん。十分十分。なんか一人暮らしって感じ。男一人暮らしのアパートって感じするよ。え、全然いいよ。旅館みたい。ポジティブに捉えたら旅館です。ネガティブに捉えたらお化け屋敷ですね。悪くねえな。だろ、ハルト。いや、悪くねえぞ。お？ん？しょんべんか。よし、まったろ。気流できんの？え、できんの？おい、じっとしてろ。すぐ済むから。おっと。そう、何度も同じ手は食わねえ。かわいい。キリュウもかわいいし、ハルトもかわいい。慣れてる。なんでキリュウ？すげえ。腹が減ってるのか？ね、減ってそうだね。何も壊せなくない？そういえば。しまったな。確かミルクはもう。ないの？まずくない？ミルクを買ってくるか、近くで売ってればいいんだがな。ミルクを手に入れろ。あー、よしよしよし。じゃあ行きますよ、ハルトくん。ハルトくん行きますよ。お、夜の早い街だな。ミルクのある店は開いてねえのか。あー、なるほどね。広島だともうこの時間帯は開いてないのかな。ほら、コントローラー振ってハルトを泣き止ませよ。なになに、なんか始まったんだけど。ちょ、待って待って待って、俺こういうの得意なんです。みんな今思ったでしょ。うわー、こいつ得意じゃないんだなって、バカおじ得意じゃないんだなって思ったでしょ。得意なんですわ、こういうの。任せてください。僕はね、もともとね、幼稚園の先生になりたかったんですよ。幼稚園の先生になりたくてね、昔からずーっとね、子供を見てきたんですよ。だからね、こういう子供をあやかすことは得意なんでございます。あら、よしよし、あら、よしよしよし、ほら、かわいいでちゅね、ここがいいでちゅか、ハルト君、行くよ、なで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 、ほらほら、よしよし、なんでやねん、なんでや、ハルト、なんでや。あ、すいません、すいません。ほら、よし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 、なんでだよ、ハルト君、何がどうしたいの。お食事から高い高い、ほら、高い高い、なでなでしてる。あ、ここか。高い高いでもない。ちょ、待って、なんでなんで、待って待って、読み取れ読み取れ、ハルト君の今を読み取れ。ハルト、お前は今なでなでだな、今なでなでだな、ここだな。なんでだ、どこをなでられたいんだ。もしかしてお前、ハルト、お前早いんじゃないか。そこはまさか乳首なんじゃないの。違った、ごめんハルト、ごめん、なんか目覚めさせようとしてごめん。待って、横か？なんでだよ！なんでできないの！ちょっと30秒しかない！ゲームオーバーである！ハルト君死んじゃう！ハルト君死んじゃう！このままじゃ！やばい！ちょっと待って、あと14秒しかない！キリュウ、なんかヒントない？ヒント！キリュウ！なでなでしてる。なでなで！あ、言ってくれんのかい！言ってくれるんだ！あと5秒！いけいけいけ！よっしゃー！オッケー！オッケー！どんなもんよ。ねえ、皆さん、どうよ皆さん、こういけるんすよ、僕でも。
いけちゃうんよ、幼稚園の先生ってか、もう園長先生になりたかったもんね。うん。いや、飲んだ飲んだ。あ、こんにちは。そろそろ家に帰って寝るか。あ、ちょっと待ってください。なんじゃ、お前さん民家じゃの。独り言だったらずっと。粉ミルクを売ってる店を知らないか。お願いしてて。この子が腹を空かせて困ってるんだ。頼むよ。ん？そらお前さんのガキか。いや、もうそうそうそう、この時間はどこの店も開いとりゃせん。はよ家に帰って寝したりや。おい、そうくたばるだろ、ハルトが。何考えてんのお前。何考えてら、赤ん坊様だぞお前。なあ、ただの人じゃないんだよ、赤ん坊様だぞお前。様つけろ。おい、マジか、ハルト。マジか、ハルト。オッケーオッケー、ちゃんと聞こう。キルの言葉聞こう。なんだキル、キルなんだ、言ってくれキル。縦ね、縦ね。ほら、よしよし、縦揺らし。ヒギ、縦揺らし。次横揺らしよ、次横揺らしよ、絶対キル、横揺らしだよな。横に揺らし、ほら来た。ほれほれ、カゴメカゴメ、カゴの中の鳥はいついつ出会う、出会うのはイケメン。縦に揺らす。ほれほれ、ハルト、どんどん高く飛ばしちゃってね、2メートルぐらい高く飛ばしちゃおうかな、なつて。いいぞ、ハルト、強くなれよ、お前もこれで。任せてよ、皆さん。こんな何回も来てもできるんですから。あ、なんか、いや、絶対この人っぽくないけど、でも、龍が如くあるあるで言うと、こういう輩ほど意外と情報知ってるんよ。だから僕はこいつと話す。この辺りで粉ミルクを売ってる店を知らないか。絶対知ってるよこいつ。ん？なんじゃおっさん。お前もだろ。腹を空かせて困ってるんだ。お前もだろ、おっさんは。粉ミルクが今すぐ欲しい。こんないかついおっさんが育児しとるんか。うるせえ。こりゃ傑作じゃ。なんやこいつ。ピアス引きちぎってやるか。逃げられたんじゃろ。おっさんも大変じゃな。なんだこいつ。知らなければいい。まあ頑張ってくれや。すいません、俺のあて何にも当てにならんわ。ムカつくこいつ。同じジャケット着やがって、舐めやがって。お前なんて似合ってる。おっと、ハルトくん、ハルトくん、僕の実況、ハルトくんすごいね。結構 かぶせてくるね。まあいいでしょう。ごめんごめん、ハルトくん、ごめんごめん。揺らせないね、揺らしちゃダメだね。ハルトくん、何かな、何かな、ハルトくん。横揺らし、ほれほれほれ。あー、もう歯二本で可愛いでっちゅね、ハルトくんは。これ何回もあるの？これ何回あるの、ハルトくん。赤ちゃんの世話って大変だね。俺初めて知ったよ。この辺りで粉ミルクを売ってる店を知らない。今鼻ほじってなかったか。粉ミルクですか。すみません、ちょっとわからないです。なんだとでめ。この間ここに引っ越したばかりなんで。なら許そう。コンビニでもあればいいんですけどね。コンビニ、確かにいい案だな。コンビニあんのかな。あとはこっち側とこっち側か。ちょっと上に行ってみるか。ここだとどの、あ、この人か。いや、知らなそうだけどな。しかも電話してるしな。滑り込み行けるか。今度の週末高速バスでそっち行くし。よく入り込めんな、キリュウ。変な男作っとらんじゃろうな。冗談じゃ。冗談じゃねえよ、あっちは。今度会えるの楽しみにしとるわ。俺も愛した。あ、彼女浮気してますこれ。ん？あ、ちょっと待って。何、おっさん、何かよ。いや、そうだよな。粉ミルクを売ってる店を強気で来るよな、そりゃ。あ、ちいちゃん聞こえる。今目の前に小さいガキ連れた変なおっさんがおるんよ。嫌われるぞお前。ミルクを売ってる店知りませんかって。ガキとか言うなお前、嫌われるよお前。ちいちゃん知っとんの。え、うん、え、まさかの。ちいちゃんが薬局行ってみって。薬局行きゃ粉ミルク売っとるってよ。ちいちゃん、薬局だな、ありがとう。ちいちゃん大切しろお前。ちいちゃん、よう知っとるの。せいぜい嫌われんなよお前な。せいぜい嫌われんなよ。ちいちゃん逃がすなよ。そうだ、オッケー。逃がすなよ少年。今俺はね、育児大変だから。うん、見とけお前。ちいちゃんとの子を授かった時ちゃんと覚えとけ。行くぞ、ほら。
これだよ少年、見てるか俺のでっかい後ろ姿を。ってなキル、フィニッシュ、これで来よ、これが育児よ。なあガキとか言うんじゃねえよ、いい子だ。子供って言うんだよ、ガキとかさ、おっさんとかさ。ちーちゃん嫌われるぞてめえ。ちーちゃんにはちーちゃんって言ってるけど、赤ちゃんときゃ赤ちゃんって言えよボケー。なあ人の聞き方どうなっとるんじゃ。でこの辺に薬局開いてるんかな。まずあ薬屋開いてない、開いてないんじゃない。おい歩きタバコやめてくれません。やっぱり薬局も閉まってるか。だがどうしても俺らにはミルクが必要だ。疲れにこの一本じゃないのよ。すまない、誰かいないか。お願いお願いお願い、あげてくれ、赤ん坊のミルクがいるんだ。こんな声出してて高くない、ちょっとキリュウの声。相当焦ってますね、育児に。おおばあちゃん、なんかオラついてるような気がする。大丈夫かな。こんな時間に困るよ、もうお店は閉めとるんで。おばあちゃん、ミルクだけでいいんだ、売ってもらえないか。子供が泣き止まねえ。お願いします。明日また来て使わさい、ちょうど切らしております。そうなのか。なら他に売ってる店は。この辺にはないの。広島子供一人もおらんのか。どうすりゃいいんだ。やばい、どっから金さった。いや悪いな、ばあさん。世間話は今度にしてくれ。とにかくどこかでミルク、いや離乳食でもいい、手に入らねえか。そうじゃねえ。おばちゃん頼む。いいのなら何とかしてくれるかもしれない。いいの？いいの？いいのっていいの？あいつ？町内会のいいのか？水軍アパート。ガチで赤ん坊？赤ん坊の軍のなんかアパートなの？鼻垂れじゃったら何とかするじゃろう。便利な男じゃけ。今どこにいるかわかるか？知らんの。そうか。あっつ、マジか。いやそうだ、スナックのままからいいのに連絡してもらおう。あ、あり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 。それで行こう、それで行こう。あ、ちょ、ママ、キヨちゃん、キヨちゃん頼むで、マジで。いやもう大丈夫かな、ハルト。結構泣いてるよね。いやマジで大泣き警報出ちゃうよこれ。全然出るよ。てかもう水分量出すぎて、ほんと窒息死しちゃうんじゃないかな、ハルト。怖いんだけど。育児、育児って大変大変、ごめんなさい。今までのお母さんたち本当に本当に大変なんですね。もう超わかる、これ自分でやって一番わかるわ。僕はこれで決めました。もう赤ちゃんは僕はいりません。僕はね、このケリューと一緒に育児をしたいです。もうそれだけで十分です。はい、うん、可愛いけどね、赤ちゃん可愛いよ。可愛いけどもう自分の子供とかもう何も考えられない。うん、もう一生独身でいる、俺は一生独身でいるって決めた。うん、よし来たー、よし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 、いい子だ、いい子だね、ハルト。皆さん独身っていうワード聞いたと思うんですけど、なぜか2026年に独身制度っていうのが出来上がるらしくて、独身の人は税金が上がるらしいんですよ。独身税って言って。舐めとんのか日本、舐めてんのかい。もう強制的に結婚しろってか、無理だよ。こんなずーっと毎日毎日ゲームしてるやつが結婚なんてね、すごいイケメンじゃないと無理なのよ。あ、俺すごいイケメンか、ワンチャンあるだとか言わんのよ。おお、マジか、ハルト。そうだよね、そうだよね。もう俺一生ね、一生ゲームの中にいたい、一生ゲームの中でキルと遊んでたい。うん、遊んでたいです。もうやばい、3、でも奇跡、奇跡起きろ。あ、終わったやべえ、心配。ハルトどうなっちゃうのこれ。ハルト、そんなに泣くなよ。ハルト大丈夫、大丈夫だった。え、大丈夫、ハルト、なんか大丈夫かな。本当に大丈夫、髪の毛なんか2本くらい抜けた、ストレスで2本くらい抜けなかった今、ふっつって。大丈夫か、ハルト。お前将来ハゲちまうのか、やだよ。キリウグサグサなのに親指
みたいになっちゃうの、あの中国マフィアの。やめてよハルト、大丈夫だ、俺がちゃんとね、あの育毛剤もう赤ちゃんの時から振りかけてあげるからね、大丈夫、育児と育毛ちゃんとどっちもやるからね。あれ、キリュウさん、イーノ君のアパートどうでした？キヨちゃん、そっちは大丈夫だ。それよりまたイーノに連絡を取ってくれねえか。ハルトが泣き止まなくて困ってんだ。ミルクを手に入れたい。キヨちゃん持ってないかな？分かった、ちょっと待ってて。持ってないか。すまない、店の前で待ってる。うわあ、気を使わせてる。ちゃんとお客さんがいるからね、赤ちゃんの泣き声とかね。悪いな、ハルト、お客さん気になっちゃうから。やっぱキリュウさん、イーノ君からの伝言。なんだ？この近くの床屋さんに赤ちゃんがいるんだけど、そこでミルクを分けてもらったらいいって。床屋さん？床屋か、このスナック街にあるのか。うん、案内してあげたいけど今ちょっと手が離せなくて。大丈夫大丈夫、それは。いや、いいんだ、分かった、少し探してみる。ありがとうキヨちゃん。もうキヨちゃん様様なんだけど、マジでこの広島キヨちゃんでできてる。ああ、ハルト、もう着くよ、ほらほらほら。ああ、よしよし、着いた着いた着いた。スナック街の床屋ここだな。開いてるかな。いや、もう閉まってるわそりゃ。すまない、ちょっといいか。お願いします、開けてください。ハルト、大泣きだ、行け。もっとだけ。ああ、来た。何か？ああ、実はちょっと赤ん坊のことで困って。お願いします奥さん。ちょっとなん、あんた、そがなとこでやめてや。おい、なんなら、でかい声出すなや、不細工。おい、なんてこてんだ、なんて言うんだ。ちゃんと便所に行ってやれ。もうイラついてるから、こっち。どうやろうがわしの勝手じゃ、引っ飛んどるや。はぁ、人んちの前でなんすんよ。はよ、あっち行きんさい。あ、やばい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 、出るぞ出るぞ。違うかね、すまない、この子を少し。ちょっとすみません、一発殴ってきます。ちょっと、おい、いい加減にしろ。お前が邪魔で大事な話が進まない。こんなに怒ってる姿見たことない、キリュウの。じゃあこら、やるんか。やべえ、おしっこ触った手だ。消えると言って、ああ、この世から消えてくれ。それが喧嘩売っとるっちゅうんじゃ、上等じゃ。踊れ、ぶち殺したぞ。俺一歩も触んなよキリュウに。一歩も触んじゃねえぞ、汚ねえからよ。一歩も触らせねえわ、キリュウ任せろ。一歩も触らせねえ、こいつを一歩も触らせねえ。よし、ほら、そのまま来た。よっしゃー、オッケー、よーし。もう、なんなんよあんたら、人んちの前で大騒ぎしてからに。すいません、すまない。臭いよりはいいでしょ。実はこの店に赤ん坊がいるってって聞いて、ミルクを分けてもらおうと思ってきたんだ。奥さんいいですか？分かった。え？ええよ。え？ちょっと待っとって。よく見たらめっちゃ美人。あいつ見る目ねえな。節穴かよ。目ついてねえんじゃねえの？終わってるわあいつ。めちゃくちゃ素敵な奥様じゃないですの。この辺りは店が閉まるんが早いんじゃけ。ミルクは日のあるうちに切らさんようにせんにはいけんよ。おお。身に染みて分かったよ。ありがとう、とにかく助かった。ええけ、早よ帰って飲ませてやりんさい。いつまでも泣かしとったらかわいそうじゃけん。奥さん、めちゃくちゃいい奥さんじゃないの。ありがてえ。よし、ようやくミルクが手に入ったな。アパートに戻って早速ハルトに飲ませよう。よーし、来たー。よーしよしよしよし。あ、こっちだ。やばいやばいやばい、ごめんねハルト。ハルト、多分あともうちょっとで来るよな。もうちょっとで俺を泣かしつけろって言うタイム来るよな。来るよな、これ。あと5 4 3 2 1。来なかった。来た来た来た、今がチャンス、チャンス。マリオで言うとこのスター、無限タイム、無敵無敵。今いけー、そのまま次進め、頼む、来ないでくれ。いけーいけいけいけ、来ないで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 、いけいけいけ、よし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 、いったー。はあ、ハルト、ほら、ミルクだぞ。ほら、ハルト。いや、もう今世紀一番頑張ったんじゃない？一番大変だったぞ、育児。え？
嘘、ミルクが欲しかったんじゃねえのか。そんな、キリュウさん、キヨミです。スナックキヨミの。キヨちゃん、ああ開いてる、入ってくれ。助けてキヨちゃん、キリュウが無理だもん、これキリュウが、キリュウが、や、初めて焦ってるよ。ちょっといい？え？なんだ？ん？お腹が減ってるわけじゃなかったみたい。眠いのね。うわ、嘘。眠い？マジで？こういう時は優しく抱っこしてしばらく待つしかないかな。めちゃめちゃ動いてたもんな、ハードに。それだけか。うん。マジかよ。こんなイケボの間近は聞いたことない。大変でしたね、キリュウさん。あんた、わざわざ心配して来てくれたのか。うん、なんかほっとけなくて。キヨちゃん、迷惑かもしれないけど。全然迷惑じゃない。面倒見がいいんだな。店の方はいいのか。なんか充血してない、キリュウ大丈夫？うちに来るのはみんな常連さんだから、今は少しくらい私がいなくても平気。楽だね。本当だ、ピタッと終わった。あんたにも子供がいるのか。え？子供の扱いに慣れてる。確かに。少し前に友達の子供を預かったことがあるから。あ、そろそろお店に戻らなきゃ。え、そんな急に？そんな急に？ありがとう、キヨちゃん、マジで。おやすみなさい。今日はゆっくり休んで。明日またハルト君のパパを探すんでしょ。マジで綺麗だな。ああ、そうだな。恋しちゃうんじゃねえの、キリュウ。それじゃ。これはさ、みんな惚れるわ。うん、いいの、ナグも惚れるわ。みんな、見てくれてどうもありがとう。チャンネル登録はこちらから。ネクスト、次回のお話はこちらから見れるよ。